じゃあこちらにビーズを飾り付けていきたいと思います。今回は偶数段に3目に1つ3ミリのビーズをつけていこうと思います。糸は3ミリビーズなので、1本取りでつけていきます。糸をこの内側の目に結びつけます。糸を内側から通してビーズを通します。で、本当はこの糸は多分緑色の方が綺麗に見えると思うんですが、ちょっと緑色の糸を持ってないので白の糸で縫い付けます。こんな感じですね。そして、また3目隣の1、2、3、ここにビーズを縫い付けます。こんな感じですね。で、裏で、糸がすごく、この糸が毛糸に引っかかってこのビーズが緩むことがよくあるので、必ずこの裏をチェックしながらビーズを通してください。ビーズを縫う時にこの糸端が邪魔になるので先に始末しといた方がいいですね。こちらを糸を始末します。表に響かないように。中に。入れます。こんな感じで糸を始末しました。今、ツリーの下の部分のビーズが付け終わりました。引き続き上の部分も付けていきます。全部のビーズを付け終えました。上の段は3目に1つじゃなくて2つ2目に1つぐらいのビーズを付けました。こんな感じです。ビーズを縫い付けたので最後の仕上げに、形を整えるために同じ編み図で編んだものを中に入れます。で、今回は結構中に糸が通っているので11段編みました。そしてちょうどいい感じで収まりました。この糸端をここに縫い付けて合体させます。縫い付けていって
中の詰め物が取れないようにします。これで完成しました。上にあの星のモチーフとかをつけても可愛いと思います。今回は収納を優先して上にはつけませんでした。こういう風に、丸をつけるだけでも可愛いと思います。以上、最後までご視聴いただきありがとうございました。良いクリスマスをお迎えください。